お疲れちゃんです、ロットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのペッカバルーンウィザードという、まぁ、ちょっとね、面白そうなデッキをね、今日も見つけてきたので、やっていこうかなと思います。で、矢の雨ザップフリーズ3スペですね。で、まぁ、陸でスケルトン部隊がいると、まぁ、いうところで、ちょっとまぁ、ウィザードにスケルトン部隊に、スケドラ、まぁ、なんかね、ちょっと強めのね、カードを集めたみたいなデッキなんですけども、まあ、どう戦っていこうかな。対空がですね、ウィザードとスケドラ、ヤナメザップって考えたら対空は意外と豊富ですね。まあ、その代わり陸が、まあ、ペッカとスケルトン部隊。というわけで、まあ、スケブはもうザップ打たれたらもう終わりみたいなところありますし、まあ、どうなんだろう。とりあえずね、相手がファイボとエリキ咲いて、することなかったんで、バルーンで攻めて、これもうパッキンしちゃいます。よいしょ。さあ、パッキンして、相手は、ファイボエレキメガゴなので、スパーキー説がありますね。この前に、なんか、ジャイとかゴブジャイとか来たら、まあ、ちょっと怖かったんですけども、エレキメガゴ、ファイボ、ミニペッカですね。よいしょ。なので、まあ、相手が、ジャイとかゴブジャイ来たら、まあ、ジャキと行きたいですね。で、まあ、ここ、スパーキーにペッカ合わせるのは、若干怖いんですけど、スケドラ合わせても結局エレキで簡単に処理されて、こう無駄になっちゃうので、まあそれならペッカ合わせちゃろうという感じですね。で、まあウィザード出して、よいしょ。で、ここに相手がファイブ打つのかな？どうなんだ？で、ザップをいつ打とうかなって感じなんですけど、僕としては。ちょっとこの辺でね、一回挟んで、これな多分ザップ打たれるんですよね。神のザップを打たれる。いや、一発ですね。まあ、これぐらい許容しましょうか。よいしょ。さあ、許容して。いや、むずっ。なんか、ヤナーメンザップフリーズで、サンスペなので、一個なくてもいいんじゃないかなっていう思いは、個人的にはありますね。で、ここを一回防衛してもいい気がするんですけど、攻めたい気持ちもあるんですけど、一回防衛します。で、まあ、ペッカ出して、まあ、ジャイはね、ペッカがいるんで、溶かせるんですよね。問題が、後ろのスパーキーですね。よいしょ。さあ、で、ファイボも、お、相手、ファイボ外した？あ、外してねえか。これ、ザップでやって、オッケー。いえいえ。なんだろ？なんだろ？さあ、で、ここ、ザップ打たれるかな？いや、フリーズして耐えるかどうか、すごい迷ったんですけど。いや、これ耐えなくてよかったな。やべえ。いや、でも、ペッカで多分、タワー落とされないんですよ、これで。よし。耐えて、溶けろ。OK。いや、ナイス。で、これは、ファイボ耐える圏内なので、いや、この隙は見れない。ちょっとね、なんとも言えない、なんとも言えないような試合を繰り広げてるんですけど、あ、これエレキサイト、来た。で、これは、時間との勝負かな。いやー、これ耐えれそう。ごねき、なんとも言えねえな。なんとも言えねえよ。勝ったんだけどさ、もうちょっと、なんかね、余裕を持ちたいですよね。まあ、とりあえずね、ちょっと、今日面白そうなデッキをちょっとやってみるという感じなので、これは多分使わない方がいいかもですね。いや、わかんない。今からめっちゃ強いかもしれないから、まあ、そこはね、これからの試合次第なんですけども、さ、ベビドラ、まあこれは生贄みたいなもんですよね。生贄。一旦ね、様子見生贄でバイバイしちゃって、さ、ヤナメザップがどんぐらい活躍してくれるかですよね。よいしょ。ヤナメってでも、思ってるより火力があるんですよ。なので、こう、意外と、なんかユニットで守らなくてもヤナメで耐えれたりとかすることができるので、ヤナメね、個人的に結構好きなんですよね。好きなスペル、僕の好きなスペルナンバーワンがフリーズで、ナンバーツーがヤナメ。多分真面目にそんな感じですね。まあスケラとかも好きなんですけど、まあそれはなんかちょっとスペルだけどちょっと別で覗いてね。はい、なんか解剖とかポイズンとかいろいろある中で僕一番フリーズが好きで、2番目がヤナメですね。この2枚はね、謎に好きですね。よいしょ。さあ、どうしようかな。これ相手ベビドラ咲いたか、ベビドラ咲いたからどうとかいうところがないんですけど、まあすることないんで、あ、一回バルーン飛ばします。することないからバルーン飛ばすっていうのもやんちゃなんですけど、おー、ボムタワー。さあ、え、そんな煽ることあった今。ちょっと待って。
さあ、ボコボコにしたいと思います。とりあえず暇なので穴埋めちますね。カード回しが、まあ、若干大変ではあるものの、ヒースピとか欲しいな。まあ、これ多分ポイズン、お、早っ。めっちゃいい取りにしますね、相手。煽るだけちょっとありますね。で、相手はボムタワー、ベビードラ、ナイトスケラ。あ、普通の、あ、でも取り猫遅延スケラか。遅延スケラで、あ、バルーン引いたから、あ、勝ったわ、勝ったわっていう感じなんでですね。あ、まあいいですね。基本的にペッカが止まんないんでね、そういう時って。よいしょ。さあ、ジャキっていきます。ジャキってね。で、相手のベビーやだなぁ、マジで。ベビーがやばいっすね、僕からしたら。まあでも、言うてここは攻めてこない。オッケー。ポイズン使った。これね、こっちにちょっとバルーンをつけて、さあ相手はもう防衛していきますね。で、施設トルネで、多分、よいしょ、耐える。バルーンが緊起動される。で、これ、陸がね、絶対きついので、僕はこう、端前ペッカーを通すしかないですね。マジで。で、絶対、あ、そっち来るか。ん？いや、でも、そっち来たらそっち来たで、そっちが止まんねえよ。あれ？おい。おい、重たいでしょ、ペッカー。うちのペッカー重たいでしょ。おい、いいね、めっちゃいる。なんなら、邪気。あ、邪気れ、邪気れ、邪気れ。え、取りで使った相手。さ、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 さ。いや、怖え。怖えよ。勝ちてえよ。ワンチャンザップ打てばさ、これ一発入るよな。行きたくね？不意打ちザップで。はい、終わり。お疲れ。来たー。ちょっとこれはね、僕のコインでね。あー、でけえ。これはね、まあ、あるあるというか、まあ、後方しないで勝てないというか、遅延スケラとか、バルーンが通らない相手、まあ、トルネ持ちですね。に関しては、こう、ペッカウィザードの形とかを作ってあげると、まあ、そこにトルネードとかを裂いてくれがち。なので、そしたらバルーン通るとか。まあ、遅延スケラは、こう言ったら陸がナイトと、まあ、アイスイズ、ボムタワー、スケルトン、スケラか。まあ、とかなので、意外とペッカ受けが苦しいっていうので、今のはね、ちょっと良かったんじゃないかな。さあ、ここまでちょっと勝っていきたいんですけど、初手ペッカ？初手ペッカやっちゃう？ちょっと待って。いやー、待って、初手ペッカだけはやめよう。落ち着こう、俺。スケドラでね。はい、一回待っていきます。でも後半に入ればちょっと強そうだけどな。ピックウィザード。ね、ジャイとかだったらなんかボコボコにできそうって言って、さっきちょっとジャイに負けそうになったのか。さあ、ベビドラ。ベビドラの勝率多いですね。この時多分ベビドラがね、きつい気がするんですけど、さあ、ベビー。まあ、いいファイブですね。で、まあ、ファイブを打たれて、ちょっと後取ったと思うので、ケツピックしますね。で、これは多分防衛フリーズしたらどんぐらい耐えれるんだろうな。まあ一回防衛フリーズして、最悪足りそういなかったらザップ打てばいいんで、足りねえな、これ。よいしょ。オッケー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 、ノーダメ。まあ落下ダメ入るんですけどね。で、三角撃来たらやだめ。こう、墓石ガラスケが、お、お前、来んな来んなこっちに。いや、いいいい、ヤンキーすぎあいつ。お前、ああ、まあ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 、そうそう。いいペッカだな、こいつ。優秀でしたね、今の動きは。で、相手は今回ラバルですね。ラバル。ラバルは、まあ、ウィザード、スケドラ、矢の雨があるので、ちょっと相性がいいような気もするんですけど、どうでしょうか。これちょっとバルーン飛ばしちゃって、3が5ぐらいしかない。スケドラか？あ、ファイブボーイだ。あ、これファイブボーイですね。確定。ん？うい、一発入る。いや、めっちゃでけえ。ラッキーラッキーで。相手ファイブ咲いたんで、これウィザードもうどうにもできないです、相手。ああ、それか。まあまあまあ、それは、ちょっとワンテンポ待ったら、ウィザードの範囲攻撃がこの重なる、神のタイミングを見て、ここで、しかも矢縄目を使い、ほら、うえ、来た！え、めっちゃ良くない今の。で、これは、バルーン飛ばしても5来るから、一回ペッカで行って、5使ったらウィザード追加とかしたい。いや、バルーン追加でいいですね。あと、メガコしかないので、これ、墓石釣られないでしょ。オッケーオッケー。これだって5使って、フリーズ使えば、フリー使えば入るけど、使わなくても入りそうだな、なんか。上来たー。いいねー。いいねー。冴えてるよ。さあ、さっきのフリーズのタイミングマジででかいですね。さあ、バルーン来る。いや、こんのかい。いや、来たー。で、これちょっとウィザードが殴られたらダメですね。で、ファイボヤの雨なので、よいしょ。まあ、どっちかはいけるよね。あー、ゲーイ！グッドゲーム！いや、めっちゃいい。待って。一試合目見ただけだと、この時マジで弱いんじゃねえかって思ったんですけど、やるね。このね、可能性
しかないデッキ使うのね、僕めっちゃ好きっすね。こういうのちょっと楽しいっすよね。ただただフリーズとヤナメ、ウィザードもなんかね、ここ最近なんか自分で新しいデッキなんかねこう作った時あったんですけど、いややんちゃかよ、まあ行くんですけどね、あのそう、その時もウィザード入れたりとかして、結構ウィザードのね可能性を最近感じてるんですよね。これちょっと一発入らないが、まあまあまあ、さあロイスケドラテンプレのねロイジャイとかですかね、どうだろう、これトリトンで引っ張られたら嫌だなと思いつつ、さあオゲイオゲイ、さあジャキってジャキって、巻いてスケドラサイってか、これ後ろスケドラが単純にうざそうな気がしますね。ここね多分一回スケとかが来るんですよ、カモン、あー一回置いてくる、で裏スケ、オーブン、うわーうまい、そのオーブンうまい、いやフリーズして、まあ相手のデッキをまず知ることが大事ですので、オーブン、マスケ、何でしたっけ忘れたな。ロイジャイ、オーブン、マスケ、スケドラ、ロイジャイですね。あとは何も出てない気がするな。一回なので、結ロイもできない。もう一個か。あれ回ってるか。ロイ、オーブン、マスケ、スケドラ、そうですね。はい。で、ここスケブで守ってあげて、ザップもない。これで、相手はスケドラを出したい。けど、後ろにあの、ウィザードじいちゃんがいるので、お、これ、お、ウィザード、やばやば、ちょっと待って待って待って。お前、やるやんけ。いいね。これだからたまらんすよね。あ、もう一発、まあ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 、悪くはない、悪くはない。で、これはまあ、やらめしたくないけど、まあ、ダメージ抑えたいので打っちゃっていいかな。さあ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 、ウィザードが暴走してます、先ほどだから。で、相手が、まあ、ファイブとか打ってもいいような状況の時に、なかなか打ってこないんですよ。なので、まあ、スペルがないのかな、ファイブ系がもしかしたら。で、これちょっと一回受けて、ペッカフタでいいかな。オッケー。で、これは美味しいですね。トリトンとかいなければ。オッケー。いや、これでもうバルーンつけて、おじいじ。はい、バルーンつけて、あの部分でも釣られるか。釣られるっすね。あー、ライトニング。まあ、そんな香りがしてましたよね。うん。いや、それはいい防衛。ただのいい防衛。よいしょ。よいしょ。で、うわ、いいタルババだ。いいタルババだ。しかもいい。うわぁ、うめえぞ。ちょっと待って。おい、でも俺もうまい。で、いや、ここ負けるかな。オッケーオッケー。一回耐えた。まあ、ちょっとオーブンが厄介。でも相手からしたら多分スケドラが厄介なんで、スケドラはあんま咲かない方が良かったですね。で、ウィザード出して、多分ロイキともペッカ間に合う。で、ただただライトニング打たれるか、オッケー。これライトのコツさすがにない。いや、余裕だるか。うわー、いって、オッケー、ナイス。で、ワンチャン逆サイもな、狙った方がいい気がしてきたな、これ。よいしょ。さあ、低めで出して。いや、これタルババ届かないですからね、相手からしたら。で、ここで僕はルート強制するんですよ。ここでグイッとルート強制して、これ防衛フリーズで止めて、これで、奇跡的に。いや、痛えな、痛えな、お前。やめろ、やめてくれ、やめてくれ。あ、平石にできる。平石にすらもできない。あ、これはね、どうだろう。最初はちょっといけたな、なんか。最初とか、もうちょっとなんか頑張れそうでしたね。スケドラを、スケドラをもっと生かして、相手がライトだったので、まあ、どうにか頑張れたかなという感じ。ちょっと負けた、悔しいな、マジで。普通に悔しいな。まあ意外と勝てたっすね。なんで、ちょっと少しでも興味あればね、このデッキ使ってみてください。なんかまあ、ザップか、ヤナアメ。なんか変えてもいい気がするな、ヤナアメの枠か。なんかね、なんだろう。施設とか、まあ陸受けとか、ヒースピとかでもいい気がしましたね。はい、というわけで、まあこのデッキグラチャで12勝してる人がいたんで、まあ今日は使ったんですけど、まあ今日はこんな感じでね、終わりにしたいと思います。多分夜ね、クララリーグあるので、ぜひね、良ければ応援してください。というわけで、お疲れちゃんでした。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。またね。